子供と学ぶ日蓮大聖人の門下たち。四条金吾一。日蓮大聖人様が負けじ魂の人、仲間のことをとても大事にする人と称えた有名な門下が四条金吾です。金吾は仕えている絵馬氏からとても頼りにされている武士でした。大聖人様が鎌倉にいた頃に弟子となり、妻の日元女と共に純粋に信心を貫く金吾を大聖人様はいつも励まし見守ってきました。金吾の母が亡くなった時には、大聖人様は金吾へのお手紙の中でこう語りかけます。信心を貫いたあなたのお母さんは多くの仏に褒められていることでしょう。またお母さんはなんと素晴らしい子なのだろうかと息子のことを誇りに思い、仏と語り合っていることでしょう。また金吾と日元女の間に子供が生まれた時には、春の野原に花が咲いたようですねととても喜ばれたのです。金吾は温かな師匠の真心に信心の炎を燃やし、もっともっと弟子として師匠のために頑張っていこうと思いました。大聖人様に命に及ぶ危機が起こったのはそのすぐ後でした。鎌倉にいた大聖人様が武士たちに襲われたのです。幕府は間違った教えへの信仰をやめるべきだと語る大聖人様のことをよく思わない者たちの仕業でした。大聖人様は馬に乗せられ、鎌倉の外れにある辰の口というところへ連れて行かれ、首を切られることになったのです。知らせを受けた金吾が裸足のまま急いで駆けつけました。泣き悲しむ金吾に大聖人様は、正しいことをしてこのような目に遭うのはすでに覚悟していました、悲しむことはないのですよと温かく励まされます。辰の口に着くと、武士が大聖人様を座らせ、首を切ろうと刀を高く掲げます。金吾は涙を流しながら思わず、いよいよお別れですと叫びました。しかし大聖人様は金吾に、泣いてはいけない、法華経のために命を懸けるのだから、これほどの喜びはないのだよと微笑みます。少しもひるむことのない堂々たる姿でした。武士が刀を振り下ろそうとしたその時です。真っ暗な夜空に突然月のように光るものが現れ、武士たちは驚いて刀を捨てて逃げ出しました。大聖人様の首を切ることができなかったのです。金吾は辰の口で苦難を共にした師弟の深き絆を胸に、
門下としてさらに信心に励んでいきます。